ボーディーリナックスは、ウブンツを母体とし、目車ウィンドウマネージャーを用いる、軽量リナックスディストリビューションである。その名称はそれぞれサンスクリット語の、ボーディや目車すなわち、母体や下脱に由来し、サトリーコールエンライトゥンメントに通じるという、ディストリビューションの思想として、最小限の基本的な環境を提供するというものがあり、 これはユーザー自身が好むソフトウェアの組み合わせのみを利用することを可能にする。それゆえ初期状態では多くの Linux ユーザーにとって基本的なソフトウェアのみを含んでおり、これにはファイルマネージャー、ウェブブラウザや端末エミュレータが含まれる。また、ボーディは開発者が不必要と考えたソフトウェアや機能を含んでいない。使用環境において、 他のソフトウェアを利用するのを簡単にするため、ボーディーリナックスの開発者たちは、アプタールを通じて、ワンクリックでインストールすることができる軽量なソフトウェアのオンラインデータベースを維持している。インテル互換のプロセッサに向けた標準的なバージョンのボーディーリナックスの他に、アームプロセッサを用いるタブレット端末のためのアルファ版開発がデビアンを母体になされている。しかしながら、 タブレット端末版のボディはもうすでに公式には保守されていない。これはこれを最新の状態に保つためには多くの時間を必要とするからである。パッケージとイメージの更新は将来においては滅多に提供されないと思われる。エンライトゥメント DR-17 母体でこれから派生した目者デスクトップを使うことによりボディは 豪華なデスクトップ効果とアニメーションを高性能な電算装置を必要とすることなしに提供している。DR17 から派生がなされたのはその処理性能と機能性のためでジェフ・フーグランドは E19 はユーザーが楽しみ、そして用いている既存の機能を破壊している最適化をしていると述べている。エインライトゥンメント・ウィンドウ・マネージャーは ボーディーリナックスのために開発されるツールと同様に C と Python で書かれている。ボーディーリナックスは Ubuntu の LTS 版を元にしており、保守は同様の感覚で提供されている。すなわち、保安面に関わる脆弱性や欠陥の修正は日ごとを基準として5年間提供される。Ubuntu とは異なり、ボーディーは短い期間の保守は提供していない。 導入済みのボーディーリナックスは、コマンドラインか、パッケージマネージャーを用いることにより、最新の安定版に更新することができる。R、p ボーディーリナックスは、ラズベリーパイ OS を用いてビルドされており、ラズベリーパイのためのハードフロートが最適化されたコードを生み出すための改善と変更のすべてを含む、作業中の開発版を構築するための努力のため、アームハフ版は、 公式には現在対応されていない。ありがとうございます。